こんにちは、シエラです。前回の動画では不妊治療を始めましたということをお伝えさせていただいたんですけれども、その後さらに病院に通いまして、いくつか検査を受けてきました。で、その結果が出ましたのでご報告ということでこの動画を撮っています。不妊治療クリニックへは初診を含めて3回ほど通院しました。初診の時は体全体のいろいろな不調がないかどうかの採血をして、2回目の採血では様々なホルモンバランスが問題ないかどうかをチェックして、そして3回目は子宮鏡検査と精液検査を受けてきました。一つずつ簡単ではありますが結果をご報告したいと思います。まず一番最初の採血なんですけれども、貧血や感染症、それから風疹の抗体があるかどうか、ビタミン D ですとか、あとはアンチミラー管ホルモン、こういったものを測るための検査なんですけれども、基本的に全て問題なしでした。貧血やいろいろな感染症もないですし、風疹の抗体はちゃんとある、アンチミラー管ホルモンも基準値以内という感じでした。ただビタミン D がちょっと不足気味ですねということで、妊活には結構ビタミン D が必要ということで、なかなか普通に生活していて十分な量を摂取するということが難しいようなので、サプリを飲んでくださいと言われたので、早速ビタミン D のサプリを飲み始めました。そして2回目の採血ではいろいろなホルモンバランスを調べるもので、特に甲状腺ホルモンの検査だったんですけれども、こちらも問題なしでした。そして一番最近受けたのが子宮鏡検査です。子宮の中にカメラを入れて、子宮内膜のポリープとか、あとは子宮筋腫がないかどうかっていうのを調べていただいたんですけれども、こちらも特にポリープなどは見つかりませんでした。で、この子宮鏡検査なんですけれども、次受ける予定の卵管造影検査よりは痛みは少ないっていうふうに説明を受けてますが、それでもやっぱりちょっとは痛いかもしれませんっていう感じで聞いていたので、結構痛みに弱い私はビビっていたんですけれども、もちろん個人差はあるとは思うんですが、私の場合は特に問題なかったです。ほとんど痛みは感じませんでした。検査自体も5分かからないぐらいだったので、あっという間に終わりました。で、あとは精液検査も行いました。夫に協力してもらって精液検査受けたんですけれども、こちらも基準値以内ということで問題なかったです。このホルモンバランスを見る血液検査と子宮鏡検査に関しては、生理から何日目っていうことで受けられる日程が決まっているので、それに合わせていかないといけないっていうところが結構難しいなと思うところでした。私は今のところ働いてるわけではないので、比較的日程の調整はしやすいんですけれども、それでもやっぱりまあ体調のコントロールとか娘の体調の問題もあるので、まあ、そういったところが万全でないとなかなか受けられないので、ワンクール前は私がたまたま胃腸炎になってしまっていたので受けることができなかったんですけれども、そんな感じでタイミングがずれるとワンクールはちょっとスキップしなければいけなかったりっていうことがあるので、お仕事されてる方は本当にこの予定調整が難しいなっていうふうに思ったところです。そして数日後に受ける予定の検査が卵管造影です。卵管が詰まって卵子が出てこれないような状態になってないかどうかや、子宮の奇形や何か病変などがないかどうかというのを調べることができる検査です。これがやはり人によってはもう激痛、終わった後しばらくリカバリー室とかで休まなければいけないぐらいとっても大変っていう話も聞いたりもするので、今からだいぶ緊張しているんですけれども、まあ一つ救いなのはクリニックの方から痛み止めの座薬をいただいているというところです。検査を受ける30分から1時間前に自分で座薬を入れておくと少しは痛みが軽減されるはずなので、まあ、それが十分に効いてくれることを願って卵管造影の検査に臨みたいと思ってます。で、仮にその卵管が若干詰まり気味だったとしても、その卵管造影の検査によって卵管が通りが良くなると思うので、その後しばらくは卵管造影の検査をしてから3ヶ月から5ヶ月6ヶ月ぐらいはゴールデンタイムって呼ばれてる妊娠しやすい状態になるっていうふうに言われているので、
その間に妊娠ができたら嬉しいなっていうふうに希望を持っています。そして今度の卵管造影の検査が終わったら初めての人工授精にトライしていくつもりでいます。体外受精と比べると人工授精はまだ自然妊娠にかなり近いものだとは思うんですけれども、それでも初めての試みなので今からちょっとドキドキと期待が入り混じっているような感じです。ちょっと動画が細切れにはなってしまうと思うんですけれど、また卵管造影の検査が終わったら動画を出したいなと思っています。ちなみに私の行っている不妊治療のクリニックは土日も基本的には営業をしているので、土日に予約が取れれば私が検査している間は夫に娘をお願いしてっていうのができるんですけれども、今回検査のタイミング的に土日に行くというのが難しくて平日になってしまうんですね。で、近くの保育園の一時保育とかも今は時期的に卒園入園のタイミングで一時保育が受け入れてもらえない時期なので難しいということで、クリニックが提携している保育士さんに見ていただくっていうような感じで娘を一時的に預かっていただくようになっています。特に第2子の不妊の場合には第1子がいて、保育園に通っていないとなると検査とかのたびに子供をどうするのかっていう問題があるとは思うんですけど、今通っているクリニックのようにもし難しい場合は預かっていただく、もちろん有料なんですけれども預かっていただけるシステムがあるっていうのはとてもありがたいなと思っています。ご報告は以上です。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたねー。